いないセパ両リーグ千本安打にあと1本と迫った落合。特製酸素線入りのリストバンドにハイタックのスパイク、いかに最新の注意を払いながらプレーし続ける。プロ19年生記録への1打席目はフォアボール。そして第2打席は0対0で迎えた3回、ツーアウトランナー2塁3塁、先制点の絶好のチャンスに巡ってきます。その通りゆっくりと打席に入り、アフカにかぶったボンネットからピッチャーを睨む落合。しかしあえなくショートゴロ。ゲームは0対0の高速状態で迎えた終盤の7回、ホークスが花粉症とアトピーから回復し、今日から一軍復帰の秋山の内野ゴロの間になんとか貴重な1点を先制します。追いかけるファイターズ8回裏、ここまで節目のヒットを全てホームランで飾ってきた落合に期待がかかります。が三振、結局落合はヒットなし。そして9回、ツーアウトランナーなしとファイターズ後がなくなります。しかしこのカードは3連続サヨナラ勝ち中、代打渡辺がフォアボールを選び、バッターはトップに帰って田中幸雄。宇賀杉からの3球目でした。打球は右中間を破るヒット、一塁ランナーホームインで同点。そして中継の乱れをついて打った田中もホームイン。落合のびっくりの幕切れです。6本安打の大記録に王手をかけている落合、昨日はノーヒットに終わりましたが、さあ今日の第1打席は出ました。記録の1本、パリーグ1000本目のヒットは実に落合らしいライト方向へのバッティング。4球団を渡り歩き、プロ19年目を迎えた落合博満43歳が大杉勝雄に次ぐ史上2人目の大記録を達成しました。この回落合へのどでかい出砲を挙げたのがウィルソン、第12号の満塁ホームランで4対0とファイターズがリードを奪います。この後もファイターズ打線大爆発、3回には落合、このセンターオーバーのツーベースなどで4点、5回にも5点を追加し、落合の記録達成に今シーズン最多13得点で花を添えています。今日の一つのあれじゃね、一番らしくていいんじゃない。1、2塁間のライナーで抜いていたっていうのは、まあ、想像できる記録じゃないしね。だから、まあ、素直に嬉しいです。バファローズが、ロッテ在籍しました8年間で954安打、この間、三冠王三度、それから首位打者5回取られていますね。いや、これね、ロッテの時にはね、25歳からのこのシーズンからのプレーですからね。で、開花してきたのは3年目入ってからですよ。この独特のね、タイミングの取り方ね、間合い、そしてね、この相手の配球をこの読みながらこれね、叩いていく、これは本当独特ですよ。ボールを引きつけてね、下がらずにこのバッティングするあたりね、まあ、いい若い選手の見本になってますよ、今もね、現在もね、はい。まあ、この落合さん、いろんな記録をお持ちですが、この両リーグの1000本安打というのは、すごいことなんですよ。まあ、大杉さん、イッターのただいま5連敗中のホークスですが、今日は1回、プロ2度目の先発、黒木の不安定な立ち上がりを攻め立てます。4番、小久保のタイムリーで、早々と1点を先制すると、3回にも小久保。2番手下柳から左中間を破るタイムリーツーベースを放ち、2対0とリードを広げます。しかし4試合連続のサヨナラ負けを食らっているホークスはまだまだ安心できません。4回には落合の犠牲フライと井出のタイムリーであっという間に同点に追いつかれてしまいます。ホークスにとっては本当に嫌な流れ。しかしそれを吹き飛ばしたのは5回、ツーアウトからまたしても小久保です。今日3本目猛打賞となるヒットで出塁すると、すかさずスチール、スコアリングポジションに進みます。するとバッター吉永、カウント 2-2 から三振と思いきやキャッチャーパスボール、これで吉永は振り逃げ、そしてセカンドランナー国保が好走塁で勝ち越しのホームイン。6回には10年目の川越に嬉しいプロ初アーチが飛び出すなど、結局毎回ランナーを出す攻撃力で苦手ファイターズを下し、ホークス勝率5割に戻しています。マリーンズ戦、勝ち星なしの5連敗中のファイターズですが、今日は序盤から打線が爆発。1回に1点、2回に2点、そして3回、井出のヒットに2塁ランナーはブルックス。タイミングはアウトでしたが、このうまいスライディングで4点目。さらに4回、ワンアウト1塁2塁でブルックス。マリーンズ3番手、後藤の代わり花をタイムリーとなるエンドランをつばり決めると、またも走塁で見せてくれます。続くウィルソンのこの当たりに、183センチ、88キロの巨体のブルックス、一塁から走って走ってホームイン。打ってよし、走ってよしのブルックスでした。5回には落合のタイムリーも出て、ここまで毎回の11得点、これで試合を決めました。投げてはファイターズ先発の柴草が
打たせて取るピッチングを展開。6回、7回の度重なるピンチもいずれもシュートでゲッツー。要所を締め、ゼロの山を築きます。そしてデビュー戦以来6年ぶりの完封勝利へ向けての9回も落ち着いていました。三者凡退に打ち取った芝草、待望の今シーズン2勝目はマリーンズ戦初勝利をもたらす価値ある勝利となりました。は高校出身のルーキー矢野、プロ初登板で緊張した矢野、1回2つのフォアボールとヒットでいきなりノーアウト満塁のピンチに立たされます。しかし満塁になったことでランナーを気にせずバッターに気持ちが集中できました。ロッテのクリーンナップをきっちりと抑えホームを踏ませません。1回のピンチを切り抜けて気持ちに余裕が出た矢野、自慢の伸びのあるストレートで勝負します。7回途中までロッテ打線を5安打無得点に抑えてマウンドを降ります。この後日本ハムは3人の投手を投入してロッテの反撃をかわし、19歳の矢野にプロ初勝利をプレゼントしました。自分ではいいピッチングでないと思ったんですけど、まあ、後半になっていいピッチングだと思ったので、まあ、力まず投げました。一生懸命頑張るので応援よろしくお願いします。プロ初